さあ今週も始まりました、アタック地方競馬、小堺翔太です。赤道博です、よろしくお願いします。そして今回のゲストは坂田博明さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いいたします。やっほー、やっほー。今回もいろいろ取材のお話をぜひ聞かせてください。楽しくね、地方競馬の話はいつも楽しいです、はい、そうですね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、お二人は今日クリスマスカラーです、はい、はい、どうしたんでしょうね、はい、よろしくお願いいたしますまずはこちらのニュースからお届けします。19日火曜日、金沢の佐藤茂調教師、金沢競馬第10レースを噂のあの子で勝ち、地方競馬通算2000勝を達成。重賞は上野山グランプリ、日本海記念や北国王冠など45勝を挙げています。来年の1月23日に高知競馬場で開催される第38回全日本新人王走破戦の出場機種が発表されました。 JRA から4名、地方競馬から8名、計12名の騎手が新人王の座を競います。はい、坂田さん、新人王走破戦ですが、うん、愛知からも2名選出がありますね。そうですね、はい、細川聡、塚本聖吾、うん、まあ、本当に期待の若手が2人ともこう選ばれたって聞いてね、うん、あのちょうど名古屋に取材に行った時に話聞いてみたんですけど、楽しみにしてましたね、はい、あの細川騎手はやっぱり同期に会う機会、仕事も忙しいですし、なかなかないから、うん、まあ、こういう時にいろいろ話もしたいと、はい、こういうふうに言ってましたし、塚本騎手はね、やっぱり多乗で乗る経験、しかも呼ばれていけるわけじゃないですか、うん、これやっぱり貴重だなというふうに話してました、あとは兄がいるのでと、あ、なるほど、コーチですから、そうですね、そんな話もしてましたんでね、まあ、とはいえやっぱり活躍しないといけない舞台ですから、ちょっと楽しみにしてるんですよね。愛知はね、調べてみたら、うん、安倍幸男現調教師、はい、優勝経験あり、そして最近では加藤総一、あ、はいはいはい、加藤総一騎手、これだから続けっていう感じでね、まあ、結果出してくれたらいいかなと思うんですけれども、そうですね、お二人ともビッグネームですからね、うん、ビッグネームって言いましたね今ね、あの加藤ジョッキーが喜んでると思います、いやね、本当にでも新人王走破戦、来年の1月23日火曜日になりますけども、楽しみにしたいと思います。では最初のコーナー、こちらからです。今週行われた重賞レースを振り返っていきます。全国の注目レースにアタック。まずは20日水曜日、園田の兵庫ゴールドトロフィー、2番手から抜け出したサンライズホーク、休みを挟んでダートグレード競争連勝です。はい、好スタートを決めて楽に2番手につけたサンライズホーク、勝負どころからの手応えも抜群で、着差以上に強い内容でしたね。前走からブリンカーを着用しての連勝、馬体はプラス20キロとさらにパワーアップしました。続いては21日木曜日、浦和のゴールドカップ、スマイルイが3番手から抜け出し、見事連覇達成です。はい、好スタートを決めたスマイルイでしたが、外から2頭行きたい馬がいて3番手に控える競馬となりました。ただ4コーナー難なく先頭に並びかけると、直線突き抜けましたね。盤石なレース運びで強さを見せつけました。同じく21日の名古屋グランプリ、ディクテオンがレコードタイムをマークしてダートグレード競争連勝です。はい、前は3頭がやり合って早い流れ、そして早めにテリオスベルマを動いて先行勢は苦しい展開でした。対してディクテオン、勝負どころから加速して末足素晴らしかったですね。2着だったグランブリッジもよく食い下がりました。はい、重賞レース振り返ってご覧いただきました。さあ、今週はダートグレード競争も2つありましたけれども、坂田さん、振り返っていかがですか。スペシャル X はすごいレースしましたね、頑張りましたね、3着、ついこの間までまだ先行しないとっていう話をしてた記憶があるんですけれどもね、はい、行ききれなくてもあんなレースができると思いませんでしたし、あの着差だから、いや、もうちょっと逆になっとかなんなかったかっていう、そんな気持ちも、まあ、多分馬の周りの皆さん方はそう思ったんじゃないかな、乗ってる彼も含めてね。そうですね、杉浦騎手ずっとね、こう気合つけてっていうレースでしたけどね、馬もあの形にそんなに慣れてるわけじゃないから、例えば直線の入り口なんかはね、なかなか、ね、どこついてくるのかなって見てもちょっとドキドキしたんですけれども、はい、行き足がついてからはね、最後の100は相当伸びたんじゃないですか、あれ。そうですね、でもこの、ね、3歳にしてこの結果ですから、来年以降も
ってことになってきますよね。もちろんね、だから、あの競馬ができるのであれば、そもそもスピードの素地があるわけじゃないですか、うん、でそこに加えて、まあ、自在味が出てきたのかどうか、うん、まあ、次が試金石っていう感じになるんじゃないですかね。 どんな競馬するのかも含めて、うん、そうですね。兵庫ゴールドトロフィー、まあ、勝ったのはサンレーズ、こちらもね連勝で本格化という感じがありましたが、3着にスペシャル X が頑張りました。そして名古屋グランプリは坂田さんも取材に行かれていたということで、うん、いい足使いましたね、デクテヨンでね。デクテヨン、はい、あの浦和記念の時にもおっと思わせて、うん、そして名古屋でもあの残り 1000m の競馬に徹するのがスタイルらしいですね、はい、ですからああいった形で途中から動き出して、まあ、もちろん展開うんぬんってこともあったでしょうけれども、うん、あれだけの脚力ですから、これこの後楽しみなんじゃないですか、うん、馬自身は ね。こちらもね重賞連勝になりましたから本格化ですよね。そうそう、まあ、岡部騎手もうまく、うん、そうですね、やっぱり乗りましたよ、あの2年前ですかね、名古屋に一時未処理勝てなくて JR で在籍してて、はい、その時に2回勝たせたあの縁があるから、うんうんうん、まあ、その流れもあっての依頼だったと思うんですけれども、はい、まあ、さすが王者岡部じゃないですか、そうですね、あのレースの後も2つ勝って、終盤4連勝で1日5勝だったんですよ、はい、あの1年間ね岡部騎手なんかこうずっと浮かない顔でやっぱり思い通り乗れてなかったんでしょうね。だからそんな思いがね最後あの結果もこれまでに出てる名古屋グランプリで、うん、ああいう勝ち方してくれたのはあの取材してる側からすると良かったな、うん、あの最終レースの後に話聞いたら本当にいい笑顔出ててね、うん、最後まで頑張ってればやっぱりいいことあるんだなと思いました、うん、そうですね、このレースは岡部騎手は4勝目ということになったわけですけどもね、うん、はい、名古屋グランプリも振り返りました。そしてもう一レースはゴールドカップスマイルウィーが勝ちましたが、赤見さんこの馬も大きい馬ですが本当にスタートも早くて、ね、うん、いやスマイルウィーが、ね、好スタートを決めたのでそのまま行くかなと思ったんですけれども、はい、外に頭の馬たちも ね、あの、うん、かなり早い展開になって、はい、ちょっと、ね、予想外だったんですけれども、うん、ただスマイルウィーも全く動じずという感じで ね、やはり強かったですよね、うん、来年こそはダートグレード、はい、そうですね、うん、有田調教師も来年はもうこの馬に合わせたダートグレード程度を歩ませたいということで、まずは柿つばた記念というお名古屋に来ますか、はい、あ2月の29日、ね、JRA でもおそらく狙ってるレースになると思いますから、うん、そういうところでこう強い地方競馬の馬が激突していく、はい、これを見たいわけじゃないですか僕らは、うん、あ楽しみになってきますね、そうするとね、そして専用の JBC ですからね、佐賀でこのままぴったりですからね、はい、で、うん、崎玉杯は G1 でしょ、そうですね、もうスマイルウィーのロードが見えてきましたね本当、はい、ね、まさにもう見えてる感じですよね、うん、でこの馬自身もますます強くなってますから来年も楽しみになりました。重賞レース3つ振り返りました。アタックプレイバックでした。続いては特集コーナーアタックスペシャルです。今回は先週開催されたヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンドを振り返ります。まずは14日木曜日に行われたヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド川崎です。川崎競馬場のフルゲートは最大14頭のため第3戦まで行い、16名の騎手たちが2レースずつ騎乗します。1400m で行われた第1戦は圧倒的一番人気田口寛太騎手のウルトラヨーコが5馬身差快勝でした。はい、田口寛太騎手楽に位置につけて直線抜け出すという王道の競馬で完勝でしたね。圧倒的な人気を背負っていましたが落ち着いた騎乗ぶりが目立ちました。2着は中段からいい足で伸びた大井の菅原亮太騎手、3着は後位からしぶとく伸びた横小山龍斗騎手でした。落ち着いた流れになって後ろから行った馬たちには厳しい展開でしたね。2000m で行われた第2戦は前に行った2頭での決着、勝ったのは長野武蔵騎手騎乗のコンピエーニュでした。はい、逃げ馬不在のメンバーの中でスタートダッシュを決めたのが長野武蔵騎手、花に立つとすぐにペースを落としてゆったりとした流れに持ち込みました。勝負どころでは並んできた大木かける騎手に一旦抜かれたものの、4コーナーもう一度盛り返して接戦を制しました。2着大木騎手は手応え抜群だっただけに惜しい内容でしたね。3着は直線外から伸びてきた松本博樹騎手でした。
1600m の第3戦は秋山俊樹騎手騎乗のエンジェルリッターが3番手から抜け出しました。はい、内から野畑騎手が逃げる展開でここも淡々とした流れ。勝った秋山騎手は指示では中段からということだったそうですが、楽に3番手につけました。直線はしぶとく粘る野畑亮騎手を差し切って一馬身差で勝利。野畑騎手は内々でよく粘りましたね。3着は中段から伸びた小沢大斗騎手でした。秋山俊樹エンジェルリッターゴール。ファイナルラウンド川崎終了時点の順位はご覧の通り。トップは第2戦を制した長野武蔵騎手、2位は第1戦を制した田口寛太騎手、3位は第3戦を制した秋山俊樹騎手と JRA 勢が3位までを占めました。ありがとうございます。川崎ラウンドから2日後の16日土曜日に行われたヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山、残り2レースで第7代王者が決定します。よろしいですか、こちら向いてくださいね。芝の 2000m で行われた第1戦は野畑亮騎手騎乗のラエールが大外から豪快に差し切りました。はい、野畑騎手やりましたね。7番人気馬に騎乗していたんですが力強い差し切り勝ち。道中は新原騎手が絶妙なペースで逃げる展開、途中動いてきた馬もいましたがまくり切らせずという流れでしたね。そして直線の攻防、外から伸びた野畑騎手、気持ちのこもったガッツポーズがとても印象的でした。2着は間を縫って上がってきた佐々木大輔騎手、3着は逃げ粘った新原騎手でした。第2戦はダートの 1800m 戦、2番手から抜け出した横山龍斗騎手騎乗のアスクビッグスターが7馬身差の圧勝でした。はい、1番人気馬に騎乗した秋山騎手が逃げる展開、2番手でがっちりマークしていったのが横山龍斗騎手でした。 3,4 コーナー早めに並んでいって直線先頭に立つと、そこから7馬身突き放す圧勝劇。2着は後位から上手に立ち回った新原騎手、3着は最後鋭く伸びてきた長尾タスク騎手でした。最終結果は中山の第2戦を制した JRA の横山龍斗騎手が逆転で総合優勝、2位は JRA の新人田口寛太騎手、3位は川崎の新原修馬騎手でした。ではヤングジョッキーズシリーズを戦い抜いた騎手たちのコメントをお聞きください。そうですね、トライアルラウンドでも、1着は、取ったことがなかったので、最後の最後に勝つことができてよかったです。今日とりあえず優勝することができてよかったです。これからも全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。悔しいですね、やっぱり、はい、優勝狙ってたんで一応また頑張ります。ヤングジョッキーの場じゃないですけど、はい、他のところで頑張ります。1レース目はちょっと緊張してしまって、はい、恥ずかしい部分があったんですけど、2レース目は落ち着いて乗れたんでいい結果になったのかなと思います。はい、もう逃げてそのまま残すような形を取ろうと思ったんですけど、ちょっと展開が早かったので最後ちょっと垂れてしまって3着に終わってしまいました。それも一つ勉強かなと思います。初めての中山の芝コース乗ってみてそうだったんで、はい、また乗る機会があればしっかり活かしていきたいなと思います。あ、全然違いましたね。すごい軽くて馬から伝わる反動もやっぱり違いますし、初めて乗った僕にはちょっと難しかったです、はい、難しい感覚でした、はい、去年も言いましたけどまたヤングジョッキーでちょっと少しは成長できたのかなと思います。はい、いい機会でした。今難関ずっと乗ってますけど、やっぱりこうやって、中山じゃないですけど他の場にも行くことがあるんで、はい、そういうところでやっぱ違う場に乗るっていうのはやっぱり感覚的にもやっぱすごい難しい部分があるので、難しい、はい、こういう中山競馬場っていうすごい舞台で乗せていただいたことを生かして、道営やら佐賀やら他の地方の競馬場に乗りに行ってもそういうなんていうんですかね、しっかり生かしていける、こういうこの経験を生かしていけるような、そうですね、経験というか乗り役になっています。はい、1戦目はとりあえず
勝ててすごく良かったです。まあ、2戦目はちょっと結果は残念でしたけど、まあ、1戦目で勝てて良かったです。思ったより直線がこう短くて、ちょっと例えるなら大井競馬場みたいなイメージで乗れたんで、すごくまあ直線もこう自分の思ってる距離で乗れましたね。まあ、1年前は中京競馬場で乗させていただいたんですけど、まあ、結果残せず、まあ、すごい悔しかったんですけど、まあ、今回もギリギリファイナル行けて、まあ、そこで結果をまあどうにかして残そうかなっていうのは思ってましたね。中央で乗れるチャンスをこういただけるのはすごい自分にとってもいい機会でしたし、まあ、これからもこの経験を生かして乗っていきたいと思います。いや、すごく、まあ、デビュー1年目にして、まあ、この舞台に立てて、まあ、すごい嬉しいですし、まあ、いい経験ができたなと思います。まだまだ未熟なんで、まあ、上の人を目指して頑張っていって、またこういう機会があればまた出たいなと思います。来年は優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。もっと楽しめばよかったなっていうのがまず一つですね。なんか大きな舞台で緊張して一瞬だったんで、レースがもっと心に余裕を持って乗りたかったなっていうのが悔いですね。はい、なんか返し馬はふわーこんな広い芝で自分今返し馬してんねやと思ってすごい興奮してすごい嬉しかったんですけど、ゲート裏まで行ったらなんかちょっとドキ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 みたいな感じでそんな感じでしたね。まあ大外だったんでゲートの位置取りとかのあんまりその深く考えすぎないようにとは思ったんですけど、ちょっと最初前目につけたかった気持ちが強く出すぎて行き過ぎちゃったのかなっていうのが1戦目の反省点ですね。はい、本当にもう最後のラストイヤーで、まあ、ファイナルラウンドで結果を残すことはできなかったんですけど、こんな大きな舞台で乗せてもらった機会、この経験はやっぱ自分の騎手人生の中ですごいいい糧になると思いますし、この経験を生かしてもっと、そうですね、今回の反省点もどんどん次の競馬につなげていきたいなって思ってます。すっごい勉強になりましたね。もうスペース感覚や馬の位置の把握、馬の息や脚質、まあ、全てそういうことを頭に入れて競馬するっていう難しさを改めて知りました。初めての経験をたくさんさせていただきました。各場の競馬場行ったり、まあ、中央で乗せていただいたり、初めてがいっぱいありました。はい、皆さんの声まで聞いていただきました。さあ、坂田さん、ヤングジョッキーズシリーズとしては2年連続 JRA のジョッキーが優勝ということになりましたね。JRA 勢がトライアルラウンド含めてちょっと強かったのかなっていう印象はありますよね。あのトライアルラウンドを JRA の騎手が勝ちまくった季節もありましたし、はい、ファイナルラウンドもまあ5戦あって4戦は JRA の騎手、やっぱり適応力っていう面、馬に乗る技術はね、絶対地方競馬の騎手もあの負けてないか、もしくは勝ってると思うんですよ、難しい馬もいっぱいいますから地方競馬にはね。だけど適応力っていう意味だと、やはり経験がね、いろんな競馬場で乗る機会がある分、JRA の騎手の方がちょっと上回ってるのかな、それがまあレースの中で出てる面もあるのかなっていうのは、取材の中では感じましたね。そういう意味ではこう地方勢で頑張ったのが野畑騎手と新原騎手、3位と5位なんですけど、やっぱりいろんな場であのデビューの頃から乗ってるっていうのも大きかったんですかね。いや、これまでの経験を生かしたんじゃないですかね。ですから、あのやはりレースぶりを見ても野畑騎手 の爆発力、中山で見せた、そしてね、新原騎手のセンス、センスって僕が言うと失礼なんですけど、馬乗れるわけじゃないから、だけどあの見ていて そのレースのうまさというか感覚の良さなのかな、あ、素晴らしいなと思ったんですよね。あの今インタビューの中で芝で逃げたレース、ちょっとペース早かったって言ったんですけれども、実際ラップを見るとね、もう綺麗にイーブンラップで、これ追い上げるの大変ですよってラップなんですよ。だからあの、まあ、確信はなかったんでしょうけど、本人は、そういうラップでの逃げを打てる、そしてこれで勝負できるっていう新原騎手の、まあ、現時点でのうまさ、あ、これは素晴らしいことだなと思ったんですよね。だからこれが身についてくれば、もちろん日本中の騎手とごして戦うことができる、そんな騎手として、ね、活躍していくことになるんじゃないかなと思います。なるほどね。はい、
新原騎手も、ね、そのレースではこれで野畑騎手に刺されたんだからしょうがないということをおっしゃってたみたいなんですけど、残念そうでしたけどね相当悔しそうでしたよ。やっぱりライバルですもんね、一番近くにいるね。そういう意味ではお互いにっていう部分もあったと思うんですけど、赤見さんはご覧になって今回のシリーズいかがでしたか？そうですね、やっぱりトライアルラウンドから JRA のジョッキーたちがね、相当活躍していたんですけれども、やっぱり今坂田さんがおっしゃったように、いろいろな場で普段から右回り左回り経験しているっていうことが大きいのかなというふうに感じたので、これまでは地方競馬ヤングジョッキーズシリーズが一つの大きな目標だったと思うんですけれども、もしかしたらもっといろんな場で乗る機会が今後増えていくんじゃないかなっていう一つのきっかけになりそうだなと思いました。あ、それいいじゃないですか。だって JRA はあちこちで乗れるって言っても10場ですよ、地方競馬は平地だけで14場あるんですから。あ、そっか。だからそれ考えたら、だからなかなか精度がね、そこまで追いつくのは難しいのかもしれないですけれども、いろんな工夫でこれから若手の騎手がそうやって伸びていく状況を作り出すことができれば、今回の、ね、野畑新原の活躍は僕は悔しそうだったけど素晴らしかったと思いますし、なかなか経験を積むことができない騎手が今度自分で望んでいろんな経験をしていくっていう、あてがわれてね、行くんではなくて、そういう場ができていったらっていう望みはすごく感じましたね、今回ね。そうですね、今のところ重賞でこうスポットで呼ばれるかみたいなところしかないところですけど、なんとかそういうチャンスが広がっていくといいかなっていうところですかね。あとはもうみんな意識してるのは僕ら取材してて分かってますから、どうやって上手くなるかってことを地方競馬の騎手もみんな考えてるんで、だからこれからまたじゃあ来年のヤングどうだろう、その先どうだろう、それこそ高知のじゃあ新人王どうだろう、そういうところでみんなで注目していきながら応援していけばね、そういうこともプレイヤーにも伝わる、僕らも楽しんでいける、みんなが強くなっていけるんじゃないかなって思いました。そうですね、いろんな形で、やっぱり地方競馬のジョッキーの奮起というのもね、期待したいかなと思います。アタックスペシャルヤングジョッキーズシリーズのファイナルラウンド振り返りました。続いてはアタックカミングレーシズのコーナーです。このコーナーでは日曜日のグリーンチャンネル地方競馬中継で放送するレースの展望をお届けしていきます。まずは明日以降の JRA のインターネット投票を使った地方競馬の発売日程を確認しておきましょう。日曜は水沢佐賀、火曜は水沢浦和大井金沢、水曜は大井金沢笠松、木曜は大井高知、金曜は大井笠松園田高知のレースを発売予定です。さあ今回の展望は一蔵入魂、こちらです。はい、佐賀競馬場で行われる中島記念です。中島記念にアタック。さあこちらも注目、3歳以上 1800m 戦中島記念です。坂田さん、見どころを教えてください。年末ですから、あなたの夢は何ですか佐賀でもやりましょう。そうですね、はい、ファン投票ですからね。むずいむずい、12頭いいメンバーすぎる、では参考レースを見ていきましょう。まずは11月12日の九州大賞典、タガノファジョーロがブレイブアモーレとの競り合いを制しました。はい、2周目の向こう上面から加速したタガノファジョーロ、4コーナーからはブレイブアモーレが迫りましたが抜かせず勝利。 1800m への距離短縮が鍵ですが許容範囲だと思います。僅差2着ブレイブアモーレもチャンスがありそうですね。次は11月26日のウィンターチャンピオン、向こう上面で先頭に立ったロンドンテソーロ、2馬身半差の快勝です。はい、序盤は2番手から進んだロンドンテソーロ、馬なりで先頭に立つと直線そのまま突き放す強い競馬でした。初めての 1800m が鍵になりますが、もともとは JRA オープンにいた馬、能力の高さでこなしてくれるのでは。続いては11月26日のオッズパーク杯、候補2番手に位置したニュートンテソーロがゴール直前で差し切りました。はい、外外上がってくるピンクの帽子ですね、後方から長くいい足で伸びてきて最後は粘るロトビグラスを差し切りました。距離延長はプラス材料だと思います。重賞でどこまで戦えるでしょうか。
最後は12月10日の宝満山特別、こちらも後方2番手に位置したグローリー、大外から差し切りました。はい、4コーナーでエンジンがかかると直線素晴らしい伸び足でした。こういう末足が使えれば重賞でも上位争いあると思います。3着だったヒストリーメーカーはもどかしいレースが続いていますね。能力的にはもっとやれる馬ではないでしょうか。中島記念参考レースをご覧いただきました。では3人の印をご覧いただきましょう。こちらです。本命がバランバランですけど、まず坂田さん、ブレイバーモーレ本命ですね。本当ごめんなさい、ゲストで呼ばれといてこんな普通の印打つなんてっていう感じなんですけど、いやもう竜の信玄がね、本当はもう中島記念を目指して、うん、もうこの辺りでは干潮になってズバンってもう本命上から下まで並ぶはずだったんですけど、あの調子が上がらなくて戦列離れてしまいましてね、はい、いやもうこれ自分の好きな馬買うのがいいんじゃないですか。でブレイバーモーレずっと応援してきてるんで、はい、あの3歳でね、あの年の最後ですけれども、うん、いい競馬ずっとしてきてると思うんで、あとはコバと戦ってもやれること前回で分かったわけですから、うん、まあ、ここは素直に応援しようかなと思いました、はい、3歳はブレイバーモーレ本命坂田さんです。赤見さんはロンドンテソーロですか。はい、え、ポツン？そう、ポツンですね。ポツン一人20丸ですよ。ちょっとびっくりしたんですけど、やっぱね、うん、連勝して勢いありますし、はい、距離もなんとかこなしてくれるんじゃないかと期待しております、うん、小坂井さんもポツン。これはポツンじゃないですよ。だってファン投票1位ですよ、ミス鹿児島。みんなの夢を乗ってるわけですから、このミス鹿児島には。はい、でも本当今年復活しましたしね、うん、いい形で締めくくり勝ってほしいなと思っております。中島記念の検討でした。好きな馬を買いましょう。では改めて発売カレンダーの確認です。明日からの1週間はご覧の通り、日曜、火曜、水曜、木曜、金曜、5日間です。注目レースが本当に目白押しの地方競馬でお楽しみください。そしてグリーンチャンネル地方競馬中継の放送予定は、はい、明日日曜日は佐賀の中島記念、27日水曜日は金沢の果ての騎勝、28日木曜日は高知の金の蔵賞、そして29日金曜日は年末の大一番、大井の東京大賞典を中心に放送予定しています。ここでプレゼントのお知らせです。2024年地方競馬手帳を10名様へプレゼントします。ご希望の方はメールまたはハガキでご応募ください。宛先はそれぞれご覧の通りとなっています。たくさんのご応募お待ちしています。アタック地方競馬、そろそろお別れの時間です。さあ地方競馬、大きなレースが続いていきますが、12月29日金曜日は東京大賞典が行われます。坂田さん、はい、頭数はそんなに増えなさそうですが、本当に豪華なメンバーですね。まあ、なんでだってミックファイヤーがね、はい、さあてっぺんを、トントのてっぺんを取ることになるわけじゃないですか、ね、勝てば。そうですね、これは楽しみですよ。そうですね、うん、どうなんでしょうね。 JRA でも一目置く存在なわけですから、うん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 、これはちょっとレースの前にあれだこれだっていろいろ想像するのが楽しみですね、うん、そうですね、うん、先週もエンディングで大賞典楽しみって話したんですけど、赤見さん、やっぱりどうしても高まりますね、胸がねえ、うん、壁高いすごいメンバー揃いましたね、うん、そうですね、うん、ミックファイヤーには本当頑張ってほしいですね。そうですね、うん、でもここで本当にいいレースしたらめちゃくちゃ来年も楽しみですし、今年年度代表がどうなるかっていうね。ねえ、ユナイターとの年度代表は争いも見ものですね、はい、この話をエンディングに持ってきちゃダメなんだってもう30分喋れますから、これだけでね、間違いない、本当に間違いないということで、注目レース目白押しです。来週も地方競馬お楽しみください。さあ今回のゲストは坂田博明さんでした。坂田さん、今年もありがとうございました。ありがとうございました。またね、はい、アタック地方競馬、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。